イーゴリコーの舞台衣装を着たオリガ・スペシフツェワ、1934年頃、オリガ・スペシフツェワは,は、ロシアのバレエダンサーである。歴史上で最も偉大なクラシックバレリーナの一人と評価され、ロシアバレエの伝統様式を技術面でも、精神的な面でも、純粋に体現した踊り手として知られた。舞踊学校時代からその才能を認められ、1913年に、 マリーンスキー劇場の踊り手となって高い評価を受けた。1924年にロシアを離れ、パリオペラザバレエ団のエトワールとなって1932年まで在籍した。パリオペラザバレエ団対談後は世界各国で踊り、1939年に現役を引退してからアメリカ合衆国に拠点を移した。現役時代から長らく神経衰弱の症状に苦しみ、 1941年に精神病院に収容された。1963年になって病は併用し、ニューヨーク州ロックランド郡にあるトリストイ財団ファームで晩年を過ごした。最大の当たり役はジゼルのタイトルロールで一度は忘れ去られかけていた。この作品を再評価させる契機となった。しばしばスペシーフセェはスペシーバなどとも呼ばれる。 ロストフなどぬの生まれ、6人兄弟姉妹の3番目であった。父親は管理だったという説と、地元で俳優をしていたという説がある。幼年期のスペシフセワについて知られていることは少ないが、美人であった母親が、娘の美貌をねたんでいじめ続けたという話が伝わっている。スペシフセワが6歳の頃に、当時32歳だった父親が結核で死去したため、 働き手を失った一家は急暴した。残された子供たちの内上の三人は家を出ることになって、スペシフセワは、兄アナトリー、姉ジナイーダと一緒に、サンクトペテルブルクの孤児院に預けられた。その後兄と姉は、マリーンスキー劇場付属の舞踊学校に入学し、スペシフセワもその後を追って1906年に入学した。当時の舞踊学校は、学費、料費、 食費が無料だったため、貧困家庭にとって救いとなる場所であった。舞踊学校では当初ルイフレコーは、ジェイコアラに、後には、ホーキン、クリチェフスカヤラの指導を受けた。スペシフツェワの才能は在学中からスベトローフやアキム、ボルインスキーなどの当時著名だったバレエ評論家に注目されていた。特にボルインスキーは、スペシフツェワを高く評価し、 後々まで彼女の被護者的な役割を務めるとともに愛人関係となった。舞踊学校の卒業公演では、クリチェフスカヤ振付の、白夜物語という作品で白夜の女王役を踊った。兄と姉は、舞踊学校卒業後に、マリンスキー劇場の踊り手となっていた。スペシフツェはも1913年の卒業後に、同じくマリンスキー劇場の踊り手となり、 コールドバレーの一員となった。マリーンスキー劇場での最初の舞台はライモンダ大富多幕のバリアシオンで、すでにソリストと同等の扱いを受けていた。マリーンスキー劇場では、同じ1913年の春に、アンナ・パブロワが劇場から永遠に去り、タマーラ・カルサビナも在籍していたというものの活動の場を西ヨーロッパに移していたため、昇進は早かった。時代は、 戦時色を深めていき、やがて第一次世界大戦に突入したが、戦争中も、マリーンスキー劇場は1日たりとも休まずに公演を続行していた。スペシフツェワは1916年に、アルレキナーダ、バヤデルカを踊って第一舞踊主となった。同年、アメリカ合衆国から、ウィリアム・ガードという人物がスペシフツェワの元を訪れた。ガードは、メトロポリタン歌劇場の関係者で、 彼女にバレエリュスのアメリカ巡演への出演を要請した。ボルインスキーはクラシックバレエの熱心な支持者であり、したがってバレエリュスを主導するセルゲーディアギレフが大嫌いだった。ボルインスキーはガードの誘いに乗らないようにスペシフチェワを説得したものの、結局彼女はバレエリュスのアメリカ巡演に参加することになった。バレエリュスは戦火のさなかにあるヨーロッパを後にして、 一年以上に及ぶアメリカでの巡演に向かった。この公演では、カルサビナとバーツラフ・ニジンスキーを出演させることになっていたが、カルサビナはロシアを離れることを嫌がったために、彼女に代わるバレリーナを探す必要があった。そのため、ガードはスペシフツェワに接近したのだった。スペシフツェワは、ニジンスキーの相手役として、バラの精魔法にかけられた王女などで共演した。 ただし、バレーリュスのトップスターはあくまでも、ニジンスキーであって、スペシフツェワの立場は、添え物に過ぎず、ニジンスキーは、彼女が、カーテンコールに2回以上出るのを禁じたという。スペシフツェワは、バレーリュスと共に、アメリカを1年にわたって巡演したが、その日々は、幸福なものではなかった。アメリカ巡演を終えたスペシフツェワがロシアに戻ると、サンクトペテルブルクは、 ペトログラードと名称が変わっていた。革命勃発後、マリーンスキー劇場は、国立オペラバレエ劇場と名称を変更したが、レパートリーとして引き続き古典バレエを上演し続けた。スペシフツェワは、看板スターとなって、くるみ割人形のコンペイトの聖、パキータのグランパ、エスメラルダのタイトルロールなどの重要な役柄を踊っていた。この頃、 自らの技術不足を克服するため、改めてアグリッピな我がノアのレッスンを受けるようになった。1919年、スペシフツェワは、後に最大の当たり役と評価されるジゼルのタイトルロールを初めて踊って、賞賛を受けた。1920年には、プリマバレリーナに昇格して、海賊のメドーラ、バヤデルカのニキアなどを踊ったものの、 結核に罹患して一時は再起さえ危ぶまれた。この病は天地療養で回復し、舞台に戻ることができた。ボルインスキーとの関係は、10月革命後に終わっていた。1921年、スペシフツェワは再びディアギレフから、バレエリュスへの出演交渉を受けた。バレエリュスは、ロンドンで眠り姫の上演を計画していて、彼女を主役に迎えようとしていた。ボルインスキーは、 今回も反対したものの、スペシフツェワは、ロンドン行きを決行した。この時期に、スペシフツェワが、国外へ自由に往来できたのは、共産党幹部との間に、特別な関係があったためとされる。当時のスペシフツェワは、共産党幹部のボリス・カプルーンという人物の、愛人であった。後に、カプルーンは、スペシフツェワを捨て、この痛手が彼女の生涯に暗い影を落とすことになった。 ディア・ギレフは、ロンドン公演で、彼女の名を発音しやすい、スペシーバとして、宣伝を打った。スペシフツェワは、ベーラ・トレフィロワ、ルボフエ・ゴロワなどと交代でオーロラ姫を踊ったが、批評家の彼女に対する評価は褒める者も,もいればけなす、者もいたといい、トレフィロワが一番高い評価を得ていた。スペシフツェワは1923年に、カプルーの手引きによって、母と共に、 フランスに出国した。1924年、パリオペラザバレエ団の招兵を受けて、ロシアを完全に離れる決意を固めた。パリオペラザのジゼル復活公演で称賛され、1932年まで断続的ではあったがエトワールとして出演を続けた。パリオペラザに席を置きながらも、ロンドンやブエノスアイレスなどで舞台に立ち、1926年に、 バレエリュスに客演することになった。バレエリュスでは、セルジュリ・ハールを相手役として、火の鳥や白鳥の湖を踊り、1927年には、ジョージ・バランシン振付のメス猫のタイトルロールを創造した。イソップの寓話を原作とする、この作品は、スペシフセワを売り出すために作られたものであったが、彼女が足を怪我したこともあって、大役で、 タイトルロールを踊ったアリスニキーチナが好評を博して、スターの座についた。ディアギレフはロシアから、カシアン・ゴレーゾフスキーを招いて、ジゼルをスペシフツェワのために新たに上演する計画を立てていたという。しかしディアギレフは1929年に休止し、この計画は実現しなかった。パリオペラ座で、プロメテウスの創造物に出演したとき、 スペシフツェワは以前アメリカで受けたものと同様の屈辱的な扱いを受けることになった。この作品の振付を担当していたバランシンが中途で病に倒れたため、リファールが引き継いで作品を完成にこぎつけた。リファールは作品をスペシフツェワではなく自分中心のものに作り変えたため、彼女は脇役に押しやられた。1932年のジゼル再演でも同様であった。 リファールはアルブレヒトの役に新たな解釈を加えヒロインと同様の重要性を与えた。リファールのこの解釈は伝統との決別を意味すると同時に新たな劇的意味を持たせて高い評価を受けた。これらの事例は19世紀的バレエの舞台ではバレリーナが常に舞台の中心に存在していたのに対し20世紀のバレエリスではニジンスキーやリファールなどの男性が 舞台の中央に立っていたことによるもので、典型的な古典バレリーナのスペシフツェワはバレーリウスの精神とは相入れない部分があり、そこに彼女の悲劇の一端があった。スペシフツェワは苛立ちを隠さなくなり、ついにはリハーサルの最中に窓から闘身を図るまでになった。同年、スペシフツェワはパリオペラザバレエ団を永久に去って世界各地の舞台に立った。 パリオペラザ対談前の1923年と1931年にブエノスアイレスのテアトロコロンで踊り、1932年にはロンドンのカマルゴ教会で白鳥の湖大二幕やジゼルを踊った。1934年、ビクトルザンドレが結成したバレエリュスクラシックという小規模なバレエ団のバレリーナとなり、オーストラリアを巡演した。オーストラリアの舞台では、 レシルフィード、カルナバル、白鳥の湖大二幕、ライモンダのグランパなどを踊って、賞賛を受けた。この時のカーテンコールは数えきれないほどで、試しに次の曲目の際に数えてみたところ、17回だったという。シドニーでバレエ団と共に好評を受けて、オーストラリアでの公演を続行中、シドニーでスペシフツェワの言動が変調をきたした。リハーサルを突然中断したり、 真夜中に稽古すると言って、外に出て行ったりという行動が見られるようになった。舞台の上で気が抜けたような状態になってしまい、相手役が支えて幕が降りるまで、なんとか持ちこたえさせたことさえあった。スペシフセワの病状はそれ以上悪化せずに済み、バレエ団はパリに戻ることができた。その後、1939年にテアトロコロンで引退公演を行った。同年、 戦時色が濃くなってきたヨーロッパを逃れてニューヨークに移り住んだ。この時、スペシフツェワの傍らにはレナード・ブラウンというアメリカの実業家がいた。ブラウンはスペシフツェワの崇拝者であり、かなり前から夫婦同然に暮らしていたという。スペシフツェワはアメリカに馴染めなかったようでパリに連れて帰ってくれなどと主張を繰り返した。彼女の言動は日増しに異常さを増していき、 誰かが外で見張っている、陰謀が企てられているなどと発言するまでになった。ブラウンは不安定な言動を繰り返すスペシフセワを支え、当時ニューヨークにいたアントンドーリンも彼女を援助した。しかし、ブラウンが急死し、彼の遺産を親族が全て取り上げた。ブラウンと同じく彼女を支えていたドーリンはメキシコに滞在していたため、スペシフセワは孤独のうちに取り残された。 スペシフセワは、私は、オペラ座のプリマバレリーナよ。そばへ来ないで。と叫ぶのみであったという。1943年、スペシフセワは、精神病院に収容された。彼女の入院を知ったドーリンは驚き、精神病院ではなく、他の介護施設で療養させようと考えたものの、それには、高額な費用が必要だった。ドーリンは彼女を、眠れる、バレリーナと呼び、 なんとか退院させようと尽力を続けた。スペシフチェワは20年間にわたって隔離され、退院が叶ったのは1963年のことで、あった。退院した頃のスペシフチェワは、不安定な言動がすっかり収まって、平常心を取り戻していた。退院後のスペシフチェワは、ド輪リンなどの計らいによって、サッカレフ、トルストイの四女アレクサンドラと結婚していた。 1997年、ボリス・エーフマンは彼女の伝記に題材を得た赤いジゼルというバレエ作品を上演した。この作品にはカプルーンとの関係などを盛り込み、一人のバレリーナが辿る人生の奇跡と波乱を描き出している。スペシフチェワはタマーラ・カルサビナ、アンナ・パブロワと並んで20世紀初頭の3大バレリーナとの評価を受けた。スペシフチェワを評価するとき、 よく引用される言葉がある。それは、一つのリンゴが二つに割れて、パブロワとスペシフセワになったというものである。この言葉はディアギレフが、フランスの新聞、フィガロに寄稿した文に出てくるもので、エンリコ・チェケッティが、ミラノスカラザでのレッスン中に発言したものだという。ディアギレフはそれに付け加える形で、火を浴びた側の半分が、スペシフセワだと書いた。スペシフチェワは、 バレリーナとしては、アンナ・パブロワと共通する点が多かった。タマーラ・ラカル・サビナが多彩な役柄をオールラウンドにこなすタイプだったのに対して、パブロワとスペシフ・ェワは、悲劇的な役柄がより似合っていた。スペシフ・ェワは、現代のバレリーナに通じる、長く細い獅子と細表の美貌に加えて繊細で、清らかな雰囲気を持ち、ロシアバレエの伝統様式を技術面及び、 精神的な面においても純粋に体現していて多くの人々から偉大なアーティストとして評価された。パブロワに比べられても引けは取らなかったものの観客を支配する力には恵まれていなかったし、現役も広がりを書いていた。スペシフセワの最も有名な役柄はジゼルのタイトルロールであった。ジゼル公演は パリオペラザでは1868年の上演以来50年以上と抱えていた演目の復活公演であったが、高い評価を受けて一度は忘れ去られかけていた。この作品を再評価させる契機となった。バレエ評論家のシリル・ボーモンとは、ジゼル役を踊ったバレリーナの中で、本当に秀でているということのできるダンサーの一人として、彼女の名を挙げ、次のように批評した。 スペシーフセワのデブロッペやア,アラベスクは動きで表される詩であり、第二幕の彼女は脆さと気高さとの結びついた独特の雰囲気を持っていた。ボーモンとピアニッシも200から2 0に、ジゼルが最大の当たり役だったのに対して眠り姫のオーロラ姫のような無個性のヒロインは不向きであったし、バランシンの諸作品のような振り付けも増えてな、無類であった。 アレクサンドラ・ダニーロワは、スペシフツェワについて、彼女は致命的にリズム音痴だったと評している。続きでは誕生日について、1895年7月5日という記述を採用している。アンナ・パブロワは1913年までマリンスキー劇場に席を置いてはいたが、実際には1908年からロシア国外での公演活動を始めていた。このパドルは、 眠れる森の美女第三幕の青い鳥のパドルと同一のものである。ディアギレフはよく、ロシア人ダンサーの名前を西欧人にも覚えやすいように変えていた。レオニードヒョードロビチミアシンは、レオニードマシーン、ギオルギ・バランチバーゼは、バランシンという風にである。鈴木明は、次女、バレリーナの肖像で、彼女がスペシーバを名乗らされたのはおそらく、 スパシーバに似ているからだろうと推測している。引退時期については、資料によって1937年などと多少の差異が見られる。文献によっては、スペシフセワの入院時期を1941年としているものがある。本校では、オックスフォードバレーダンス辞典などの記述を採用した。鈴木明はこの例え話を、いかにもディアギレフらしい宣伝コピーと表し チェケッティの発言というのも作り話であろうと推定している。ありがとうございます。